白禅よぷ、白禅、日本語読み白、禅用、朝鮮語読みペクソニョぷ、1920年11月23日体は、韓国の軍人、外交官、政治家、実業家。弟は、軍人、教育者の白に、本願は、水原白氏。号は、グムラウ村宇ウ日韓併合解消後の韓国で、道陸軍の創設に参加して、 朝鮮戦争では常に第一戦で戦った。共同作戦を行うアメリカ軍からは、ホワイティ、ワイティの愛称で呼ばれた。韓国陸軍初の大将に任じられ、退役後は、各国で外交官を務めた。1920年11月23日、日本統治下の朝鮮半島、平安南道構成軍、平安近郊の構成免特教座とで、父、白淳将。 母、方、高列の間に生まれる。姉に、白服、弟に、シラがいた。近在では、比較的裕福な中期母地主の家系であった。6歳の時に、父が死亡すると一家は困窮したが、母と子供3人で、平壌に移り住んだ。母と姉が働くことで、家系は安定し、略然と、シラは進学することができた。小学校を卒業後、 同立の商業学校とピョンヤン市販学校の両方を受験して合格したため、学費無料の保管食住の支援も受けられる市販学校の方に入学した。1939年に国民学校の教師を養成する難関のピョンヤン市販学校を卒業。在学中は生活を保障される代わりに市販学校の卒業後は2年間は教師として勤務する義務があったが、 母方の祖父が軍人だったこともあり、満州国に渡り法天の満州国軍艦学校に進学、勤務義務は免除された。軍艦学校の区隊長は、伝電話という人で、特に厳しかったそうだが、後に朝鮮戦争で抗戦することになる。1941年12月30日に、満州国軍艦学校の優秀生徒として、卒業、休期。 前年までは優秀な学生を選抜して、日本の陸軍士官学校に留学させ、上級幹部としての教育を受ける制度があったが、白が卒業した年に制度が中止されたので、陸士には留学していない。陸軍将尉に任官した白は、放棄予士の満州国軍不評、第28弾に勤務し、続いて下機ここの新兵訓練部隊に配属、小隊長。 1943年2月、真島特設隊に転勤。白頭山の王力港、都満工上流部一帯で、中国共産党が主導する、中国人、満州人、朝鮮人により構成された抗日ゲリラの討伐に従事した。1944年春、熱化症の八祖寺軍、抗軍総統作戦に参加、特殊工作特に情報収集で移をとて、 旅団長少子を受ける。1944年秋、平壌に帰郷し、老人宿と結婚。1945年8月15日、満州国軍中尉として終戦を迎えた。終戦後は、夫婦で平壌に戻ったが、教師の職はなく、日本の明治大学に留学した後学徒出陣して、日本陸軍航空兵将尉で終戦を迎えた、弟と共に、 親戚のつてで民族派指導者の相番職の平安堂人民、成人会で働き始めた。弟のシラニが敬語担当、略前は事務所の受付だったという。事務所には様々な人間が出入りしており、戦友や知人と再会したり、後に敵対することとなる、近日生や彼の取り巻きと話をしたこともあった。ソ連の後押しで、 金日成らのパルチザン派が権力を掌握し始めると、赤衛隊が総番職の警備隊を解散させた。警備隊の隊長だったシラには、赤衛隊に目をつけられ、共産主義体制下で身の危険を感じていた、丁一県とともに軟化した。白前自らも中国地域において、共産パルチザンの討伐任務についていた経歴がある。ことから、友人の金さん、K。 後に金城一二海明、サイクスの木、ネラと共に1945年12月24日に、平壌を離れ、12月27日に38度線を越えた。家族は落ち着いてから呼び寄せる予定で、平壌に残った妻と母は1946年春に合流した。ソウルに到着した三人には、職がなく、先に南下して、韓国軍の前進である南朝鮮。 国防警備隊に入隊していた定一県や実定の白にらの勧めもあり、九百四十六年二月二十六日付にて、軍事英語学校理修扱いで、朝鮮国防警備隊に入隊し、中尉に任官される。不惨にて、第五連隊の創設に従事、連隊長となり中佐。第五連隊に着任すると、白はすぐに警察と双方の分担と権限について、 取り決めた。これには、取り決めだけではなく、警察との関係を良好にする目的があった。1946年4月、喧嘩口論の末にある兵士が同僚を射殺する、事件が起き、調べてみると殺意があったのではなく、小銃が暴発したのだという。ここで、白は内々で済ますことなく、リータス領注意を裁判長、僕兵権注意と、 のリトシ注意を検察官に命じて、警備隊として最初の軍法会議を開いた。1947年3月3.1運動記念日に右派と左派がそれぞれ市内でデモをしたが、街頭での衝突が原因で死傷者が出る騒ぎにまで発展した。警察の要請を受けた第五連隊は、たちまちこれを鎮圧した。これによって、官民の賞賛を博し、 アメリカ軍の信頼も厚くなり、間もなくして、四六の米軍施設の警備を任された。1947年10月、作戦主任の小野利都隊大に、機動演習を計画させた。当時は警備隊の性格が曖昧であり、部隊の指揮を何を目標として維持するか問題であった。そのため戦闘訓練を体験させ、軍隊や軍人とはこうであるということを各認に、 自覚させる狙いがあった。演習は、各1個大隊を富山と沈海付近で耐震させ、マサゲン付近でぶつけるという遭遇戦の指導であった。この時、富山に駐屯していたアメリカ軍第6師団のオーランドワード少将の協力を得て、装甲車隊を参加させてもらった。演習大隊長は、僕も隣隊員と最計1万隊員であり、 演習は11月5日から8日にかけて実施された。参観していたワード少将、相トラ正大差、立法議員、サイアズマ、及び、各連隊長は3時を惜しまなかったと言う。1947年12月、新規に編成される、第三旅団、初代旅団長、リアタルシュン司令部の参謀長となり旅団編成に、十時。1948年4月、 国防部の全身情報局長。1948年10月19日に、南朝鮮労働党にオルグされた、軍部隊の反乱、冷水、巡天事件が起こると、軍内の左派細胞を除去する祝軍運動に従事。大佐。軍内からは、約1000人の逮捕者が発生し、南朝鮮労働党新派で、第二連隊長だった、金正石中佐などが銃殺された。 この捜査で、後に、韓国大統領となった、僕正規少佐が、行為の軍内党細胞で、あった子が判明したが、捜査に協力したことなどから、方に壊れた白が除名の上申を行い、僕は刑を免れ除退処分で釈放された。軍には、文官として戻り、朝鮮戦争改戦で復命した。爆僚勤務の後、1949年7月30日に、甲州の、 第5師団長、チリさん、湖南地方で、ゲリラ討伐に従事。1950年4月22日、第1師団師団長になり、緊張の増していた38度線の東西 90km の正面、海上地域の警備を担当した。1950年6月25日に、朝鮮戦争が勃発したが、この時白は海戦の10日前から3ヶ月の予定で、 不評学校高級家庭へ入校中で一時的に部隊を離れており、海戦の方を受ける都師団に復帰した。韓国第一師団は初戦において、ソウル西力の臨信校で4日間の防御戦闘を行った。しかし、ソウル陥落まで戦闘を継続したことで後退路に当たる観光の人道橋が爆破され、陸軍本部との連絡も途絶した中で困難な。 交代を指揮することになった。観光を溶かし、水原、スーンに集結した時の第一師団の兵力は半減しており、しかも水原でアメリカ空軍の誤射を受け、さらに損害を重ねた。1950年7月4日、水原から東北8キロメートル付近の宝徳川里、プン徳町にで北朝鮮第二師団の先方を待ち伏せで撃退。その後、陸軍本部の命令で、 平沢、ピョぴょんてくを経由し、鉄道で、鳥、松室院、著地はンまで交代、清州、チョンジュを経て、院城、ウムソンに北上した。第一師団は7月8日から10日まで、影城で、北朝鮮第15師団を阻止、園児山、ケサンから、ベイイン、ミオン道沿いに22日まで、死体行動を取った。しかし金以上、ファヨンジャンに、 北朝鮮第15師団が出現すると、直ちに転身を命じられ24日まで北朝鮮軍の侵攻を防いだ。1950年7月25日に韓国第2軍団霊下となると、昇州三樹で再編成を行い6000名規模の兵力になり、白は大佐から順将に昇進した。1950年7月26日、 第六師団の増援のため、栄光、四岸に前進し、北朝鮮第一師団、第十三師団と激しい攻防戦を繰り広げた。この戦闘で、韓国第一師団は二人の大隊長を失った。その後、第八軍の命令で8月2日夜から8月3日にかけて、和漢、ウェガン付近の楽東公園岸に移動し、富山共闘歩の守備についた。 特にオートミドの戦いでは、北朝鮮軍三個師団に対して、不退転の陣地を築き、アメリカ第27連隊と共同して、これに当たった。韓国軍は、連日の損害を避難民や学生から補充したために、半分が十分な訓練も受けていない、アマチュアの兵隊たちであった。韓国軍部隊の交代で危機が訪れた際には、自身マラリアの高熱に苦しみながらも退却してくる。 兵士たちに訓示を与え、自ら戦闘を切って突撃を行い戦況を挽回した。これが朝鮮戦争中に師団長が突撃をした唯一の場面であった。第一師団の戦意を疑っていたアメリカ第27連隊マイケレス連隊長はこの姿に感激し、以後のアメリカ軍と韓国軍の信頼度が増したという。1950年9月15日。 二川上陸作戦が成功し、国連軍の反抗が開始されると、アメリカ第一軍団霊下に入った、韓国第一師団は、北進に参加、9月18日に北朝鮮軍の間撃をつき、戦線を突破して、北朝鮮軍の背後に進出し、退路を遮断した。10月19日には、平壌への一番乗りを果たした。平壌占領後、 引き続き北進を命じられた、韓国第一師団は10月25日、ウンサンで中共軍の攻撃を受け、この戦闘で得た捕虜を尋問した。捕虜の供述から、シロは中共軍の大部隊が介入したと判断し、アメリカ軍に中共軍の介入を警告した。しかし、アメリカ軍の指揮官はこれを信じず、結果的に第八機兵連隊第三大隊が大損害を受ける。 異なった。その後、中共軍の第一次攻勢で、中共第三十九軍に包囲された、韓国第一師団は雲山を中心にエンジンを組んで、防御した雲山の戦い。十一月、雲山を放棄して、清川五を、チョンチョンンに交代した。1950年十二月初旬、中共軍の第二次攻勢による、国連軍の撤退戦では、後衛として、しんがりを務めた。 1950年12月中旬、国連軍は38度線まで後退し、韓国第一師団は再び、臨進行、イムジンガンの防御につくが12月末に開始された、中共軍の正月構成によって、国連軍のソウル放棄が決定され、第一師団は、安城、安村に後退した。1951年1月下旬、国連軍が再犯行を開始すると、 韓国第一師団も北進を再開し、2月初旬に観光南岸に進出した。これらの期間中に、劉飛都市で捉えた中国軍捕虜を尋問すると、自分の所属する部隊の師団長は、満州国軍時代に戦術家として有名だった王家善であり、連隊長は軍艦学校時代の区隊長だった天連話であると聞いて驚いたという。 1951年3月中旬、韓国第一師団が共産主義陣営からソウルを奪還。1951年3月28日、第一軍団長の金城一が大関霊付近で蒸気が墜落する事故により、死亡すると公認として第一軍団長に任じられた。韓国第一軍団は首都師団第十一師団。 1> 第1101野先行兵団が配属され、東海岸沿いに展開した部隊であった。そのため、アメリカ海軍の支援を受けられ、第一軍団は北進を先導した。1951年5月15日、中共軍と北朝鮮軍による5月構成が始まり、軍団左翼の韓国第三軍団が敗走した。バンフリート司令官の命令により、 韓国第一軍団はアメリカ第三師団と共に東西から攻撃して敵撃退した。5月末、韓国第三軍団は解体され、韓国軍団は第一軍団だけとなった。1951年7月10日から会場、ケソンで始まった北朝鮮との急戦海岸では、国連軍の要請で第一軍団長のまま韓国軍代表として参加。この人選には、 韓国軍の推薦もあったが、東海岸の作戦で白をよく知っていた中将と、アーレバーク少将の推奨によるものが大きかった。1951年9月に、韓国軍代表をリトールコン少将と交代して第一軍団に戻った。1951年11月、戦況が安定してくると、チリ山南部地域での共産パルチザンによる治安悪化が問題となった。 冷水、順天事件でチリ山に逃れた勢力や、南朝鮮道道等と、スレジハンマー作戦による北朝鮮軍崩壊の際に、山岳地帯に残った残存北朝鮮軍部隊が、集合して南部軍を形成していた。1951年2月に、治安作戦に当たっていた第11師団霊下の一部部隊が、異装権を引き起こし、一般市民に、 多くの犠牲者が出ていたため、討伐作戦の経験者である白禅が任についた。第1軍団より、首都師団、アメリカ第10軍団より、韓国第8師団を抽出して、白や戦戦闘司令部が新設された。推定で5万人の勢力になっていた共産ゲリラの、討伐作戦は1951年12月1日より1952年3月1日まで行われた。 作戦終了後、甲州、ク安ンジュに、個人院を建てた。この白野戦戦闘司令部は、首都師団と共に新設される軍団を構成する、中核となり、1952年4月に、白禅が軍団長となる、第二軍団を編成した。第二軍団は、首都師団、総高志三巡賞、第三師団、白南県巡賞、第六師団、 白ラに潤勝の参考師団と、それまで韓国軍になかった軍団直轄の砲兵部隊からなり、中部戦線の近張正面を担当した。1952年7月、韓国陸軍参謀総長兼改元司令官、全軍の行政改善、補充教育訓練、治安維持を統括し、教育施設17校を再創建する。またこの間、 捕虜の扱いに起因する急戦会談の難航に伴い国連軍と政府の間に立ち調整に努めた。1953年1月31日、32歳で韓国陸軍初の大将に昇進。1953年5月、戦後の安全保障体制整備の根回しのため訪米。ワシントンでアイゼンハワーと面会した後、 ニューヨークに向かいウェストポイントで生徒隊長を務めていたマイケレス准将と再会いたりマッカーサーに面会したその後アメリカ軍の実施学校を回り最後にアメリカ陸軍式幕僚大学で軍レベルの補修教育を2週間受講することになったが急戦会談打結が早まりそうだとの報告が入り急遽帰国した1953年7月中旬 中共軍の最終構成が開始されると、テイラー軍司令官の要請で、韓国第二軍団、定置県中将の反撃を指導した。1954年3月21日、新編の韓国第一野戦軍司令官。1957年5月、再度、陸軍参謀総長。1959年2月、合同参謀会議議長。 韓国軍の近代化に従事。1960年4.19学生革命により、李正万が下アし、巨生内閣が発足すると、金正筆を中心とする若手将校たちによる新軍運動により、新政権の国防部長官の李正さん、陸士49期が退役を求め、5月31日に、劉はじめ兄弟1軍司令官、陸士55期と共に退役した。 軍を退役後は外交官として中華民国、フランス、中近東各国、カナダ大使を歴任。帰国後は、牧世紀大統領政権で交通部長官に就任し、ソウルの地下鉄建設、また1970年のヨドゴーハイジャック事件の解決に尽力した。化石祭の過客船が沈没し300名近い。 犠牲者を出した南英語を沈没事故の責任を負って、交通部長官を退くと、国策会社の中秋肥料株式会社、ついで、韓国総合科学工業株式会社社長となり1980年3月に、任するまで科学プラント建築事業に従事した。1986年、国土統一院顧問となる、露大具政権時代に民間の講演会長として、 戦争記念館建設に参加。1995年、日韓国交正常化30周年にあたる本年、日本国訓一等随法賞を受賞した。2010年、バンフリート賞を受賞。2013年、アメリカ第8軍名予司令官に任命。同年12月14日、実定のシラに死去。2015年11月、 国防大学創設60周年記念式で最初の名誉軍事学博士学位を受ける。ロブゲン政権時代に進められたチンイルパン新日派弾劾運動では反民族特別法によって発表された新日人命辞典に日本の韓国植民地統治に協力した新日派としてリストアップされた。2009年 日焼広政権ではその功績を称えて、韓国軍史上初の名誉元帥に衰退されることが内定した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。